した？急に立ち止まって。セキシ、一体どこにいるんだ？私にはさっぱり。なんてことを。よくも。ああ、死者よ、安らかなれ。その御霊が神のもとに召されることを我は祈る。私たちも同じ目に遭わないようにしなければな。ボルト、絶対に許さない。それは一体何なんだ。それはちょっと見せてみろ。
私から言わせれば、不思議なのはお前の方だ。どうしてお前はこれに平然と手を触れている？最初からお前には妙なところがあったが、まさかここまでとは思わなかった。十分変人だろう。その点に関しては保証する。独り言はよくブツブツ言っているわ、あらぬ方向をよく見ているわ、礼儀知らずだわ。ほら、十分に変人の要素を備えている。ポリシーというのはもっと高貴なもの。ああ、今はそんなことはどうでもいい。とにかく私が言いたいのは、お前が変人だということよりも、なぜお前がそのガーディアを手にできるのかということだ。ほら、早く答えろ。わかった。気になるところだが、今は考えないことにしよう。そんな余裕も今はないことだしな。それにクレア団長、いや、未だに神帝のお姿すら見かけられずにいる。そちら、そうか、一体どこにいらっしゃるのだろうな。ところで、どうしたクレア。アスに肩を貸してもらって。怪我をしているじゃないか。大丈夫？ええ。ならいいけれど。でも大事を取って上まで戻った方がいいんじゃないのか。こんな時に私一人だけ任務につかないわけにはいきませんから。
怪我をしてまでそうすることはないと思うけれど。いいえ、大丈夫です。お気遣いなく。そこまで言うなら止めはしないが、クレア、どんな時であろうと冷静な判断力というのは必要だ。そのことは分かっているが。はい、その上で私はこうしています。ならいい、それを信じよう。感謝いたします、団長。ところで明日、君の妹の話をちらっと聞いたんだが、この襲撃のことを予知したという話だが、それは本当なのか。正直僕にはどうも信じられないんだが、何にしてもそのおかげで早くここに駆けつけることができたんだ。明日妹さんにお礼を言っておいてくれないか。頼んだよ。それとクレアのことも。団長、勝手に頼まないでください。じゃあそのまま引き続き任務を続行してくれ。それと仲良くね。なんだか妙な誤解されたまま行かれてしまったようだ。大体なぜこの私がお前なんかに頼まれなくてはならないんだ。極めて不本意だ。団長が私のことを頼むと言ったとき、お前があんな風にうなずいたのがそもそも悪い。だから仲良くなどと言われてしまうんだ。まったく。とにかく先に行くぞ。敵か。あ、そこの曲がり角の前で待機してよ。そして敵が直前まで来たら不意打ちで攻撃するんだ。あ、いつでもいい。